アクティビジョン・ブリザード・アクティビジョン・シエラ・エンターテインメント・シエラ・エンターテインメントは、かつて存在したゲームソフト制作会社、米国に本拠を置いていた。現在は、アクティビジョン・ブリザードの傘下にあり、インディーゲームを取り扱っている。ミステリーハウス世界初のグラフィックス付き、アドベンチャーゲーム1979年に、ウィリアムズ夫妻によって、オンラインシステムズの名称で創業。 世界初のグラフィックアドベンチャーゲームミステリーハウスをリリース大ヒットする。翌年近隣のシエラネイバダ山脈にちなんで社名をシエラオンラインに変更。その後もハイレゾアドベンチャーと名打ったアップル2向けのアドベンチャーゲームでヒット作を連発。これらのタイトルはスタークラフト社により日本のパソコン各機種にも移植され。 パソコンゲーム黎明期のアドベンチャーゲームブームの一翼を担った。1984年にはキャラクターを直接操作して謎を解く新しいタイプのアドベンチャーゲームキングスクエストを IBM PC 向けにリリース7作目まで続編が作られるほどのヒットタイトルとなり同社の看板ソフトともなった。1980年代後半には 日本のゲームソフトを海外に紹介する役目も果たし、1987年にはゲームアーツからライセンスを受け、テグザー、シルフィードを IBMPC 用に米国でリリースしヒットさせている。1989年には日本法人を設立。ポリスクエスト2、クエスト4グローリーアイ、キングスクエスト V、ミックスと、アップマザーグース、スペースクエスト4。 キャッスル・オブ・ドクター・ブレーンを日本向けプラットフォームに移植、販売を実施。その後1995年頃に、パイオニア株式会社と、シエラ・パイオニアを設立し、ファンタズム、キングス・クエスト・シックス、アース・シッチに、レッド・バロン2などを日本語版として展開。2000年代前半に日本市場から撤退した。2001年には、シエラ・エンターテインメントに社名を変更し、 2008年には、フッツ・ビベンディ社と、米・アクティビジョン社が2007年に合併してできた、アクティビジョン・ブリザード社参加となった。同年7月10日、ビベンディとアクティビジョンの合併が完了し、クラッシュ・バンディ・クー、スパイロ・ザ・ドラゴン、プロトタイプなどのゲームを除き、アクティビジョンの要求事項に満たない、シエラレーベルのゲームは、権利移管されないことになった。同年10月中には、 シエラのフォーラムサーバーを11月に停止する、胸発表がなされ、クラッシュバンディクー、スパイロ・ザ・ドラゴン、プロトタイプ、アイス・エイジニなど、アクティビジョンに移管されたゲームのフォーラムだけが、アクティビジョンサーバーに移行された。11月10日には、シエラ所有スタジオの内マッシブエンターテイメントが、指に売却され、ソードフィッシュスタジオは、コードマスターズに売却。 旧シエラに残された2つの開発スタジオは現在、アクティビジョンブリザードの参加となっている。2014年8月、ゲームズコムに先立って、シエラのウェブサイトが更新され、復活が示唆される。そして新作として、ジオメトリブオーズ3、ディメンションズとキングスクエストの制作が発表された。なお、公式サイトの著作権表記では、 コピーライト2014アクトビションパブリッシング、インク、シエライズ、A トレードマークオブアクトビションパブリッシング、インクと記され、シエラエンターテイメント、インクの名はない。ありがとうございます。